ティグルさんちも避難したらしいよ。エフミドの丘が通れるようになったとしても頭の上があれじゃな。こんな時でも港町はやっぱり物があるわね。おかげでなんとかなりそうだわ。何買ってきたんだ。術式紋章一揃えとコンテナパーツです。何しようってのよ。精霊の力を収束するための装置を作ってるの。即席のデインノモスをね。デインノモスか。リューク今頃何してんだろうね。さあな。あいつ相当思い詰めた感じだったが。はあ、パーティーどうした。うん、うちは腹が空いたのじゃ。何か作ろうか。その気持ちだけで感謝感激なのじゃ。でも今食うと太るのじゃ。空腹を紛らわすのは寝るのが一番なのじゃ。おやすみなのじゃ。寝る子は育つって言うけどパティちゃんは育たないね。リタの方も時間が必要だろうし、その間俺たちは休ませてもらおうぜ。そうですね。